はい、皆さんこんにちは、サンズです。今回も前回に引き続きシェイプレイヤーアニメーション講座をやっていきたいと思います。今回は第4弾です。今回はスポーツ番組のオープニングタイトルシーケンスを作っていきたいと思います。今回は基礎編になります。応用編はエコーのコミュニティメンバーに公開していますので、ぜひチェックしてみてください。それではキリンさん、引き続きよろしくお願いします。はい、こんにちは、木本キリンです。今回はこういったゲーム PV などに多用される表現で、選手紹介やスライドショー的な表現にも利用可能なモーショングラフィックスを作成していきたいと思います。では行きましょう。ステップ1、シェイプアテンションを作成していきます。新規コンポジションを作成して、 HDTV のプリセットを使用して新規コンポジションを作成します。ディレーションは5秒でお願いします。まずインアウトのあるアテンションを作成していきます。ペンツールで横に線を引いていって、線の太さは100とします。そしてシェイプレイヤーのトランスフォームの中の湾曲を35とします。ちょっと角が斜めになってる感じを作っていきます。一つ作ったら複製して上下にずらして、カラーをシアンとグレーとピンクの3色にしていこうと思います。一番上がシアンという、青っぽい色のやつと、こういったピンクとグレーですね、にしていきます。後々カラーコントロールをしやすいように、新規ヌルにエフェクトプリセットからカラー制御を追加します。そしてシェイプレイヤーを全部選択してあげて、カラーと検索してあげると全部の色のパラメータが出てきてくれるので、塗りのパラメータはいらないので消してしまいます。線のカラーのところからピックビップでヌルのカラー制御とつないであげましょう。一つ目がカラー1、このカラー制御を3つ複製して、カラー2、カラー3とピックビップでつないでいきましょう。つなぐとカラー123の真っ赤になっちゃうので、もともと先ほど設定した青、グレー、ピンクにカラー制御の色を戻してあげましょう。つなぐことによって、このヌルの中のカラー制御で全ての色を一括で調整できるようになっていきます。ヌルの名前はカラーとしておきます。そしてシェイプをどんどん複製していきます。3つセットで複製してどんどん作成していきましょう。複製したら色分けをして分かりやすく管理していきます。まず細めの線を作成します。線幅20とかにしてあげて、少しずつずらしていきます。違う色が重なるようにこんな感じにレイアウトしていきましょう。さらに複製していきます。ラベルカラーも変更してあげて、太さを今度は50とかにしてあげて、10ぐらいの太さで配置していきます。真ん中の横棒3つの外側に配置してあげて、でシェイプはちょっとこう短めにしてあげましょうか。こんな感じで、でさらに複製してラベルの色を変えて、またレイアウトしていきます。サイズは同じで長さと位置だけ調整していきましょう。そしてパスのトリミングでアニメーションさせていきます。開始点に0秒のところでキーフレームを打って、20フレかけて開始点が0から100になるように調整して、終了点も5フレずらして同じように0から100、20フレームかけてアニメーションするように調整します。インアウトのアニメーションができたら、キーフレームをすべて選択してコマンドシフト K を押して、イージングを90-90、緩急のあるアニメーションを作成します。一つ作成できたら、他のシェイプレイヤーにもこのトリミングをコピー&ペーストして、少しずつタイミングをずらしていきます。僕はタイミングずらすときはレイヤーを動かしてずらしていきます。オプションを押しながらページアップページダウンでこうレイヤーをずらせるので、少しずつずらしていきます。こういう感じになるようにずらしました。そしてアニメーション終わりでレイヤーをトリミングしてあげて、すべて選択してプリコンポーズをかけます。シェイプインアウトとしておきましょう。出来上がったらカラーコントロールをエッセンシャルグラフィックスに適用します。エッセンシャルグラフィックスを起動、コンポジションの中に潜って、先ほど作成したヌルのカラー制御をエッセンシャルグラフィックスのシェイプインアウトの中に入れ込みます。わかりやすいように名前も同じようにカラー1、2、3としておきましょう。そうするとシェイプインアウトにマスタープロパティが適用されるので、ここでカラー調整が可能になっていきます。出来上がったコンポジションを複製していってレイアウトしていきましょう。まずは回転をマイナス35度、こういう感じで斜めにします。
そしてこのレイヤーを複製して配置していきましょう。中央に選手写真が入ってくるので多めに配置します。センターと四隅にこんな感じにレイアウトしていきましょう。エッセンシャルグラフィックスに色を入れたので黄色をアテンションとしていくつか入れます。同系色ばっかりだと味気ないので少し差し込みましょう。なんとなくレイアウトできたらタイミングをさらにずらしていきます。最終的にはこういう感じになりました。シェイプの数も減らしてみたりして適宜調整してください。はい、次にステップ2として写真加工をしていきます。今回選手紹介風にしたいので人物を切り抜いていきます。 Photoshop の被写体を選択を使ってみましょう。使用写真を Photoshop で開いて選択範囲、選択とマスクをクリックします。別ウィンドウが出たらオブジェクト選択ツールをクリックします。だいたいこういった人物の部分を選択してあげます。そうするとこう人物がはっきりしている写真だとざっくりと選択範囲を作ってくれます。正直 AI の自動選択なんでまだまだ精度が甘いところはあるんですが、ざっくりとしたマスクはサクッと作ってくれるので試したことがない人はぜひ触ってみてください。ざっくりとしたマスクができたらさらに微調整を加えていきます。こういったカラー背景もこんな感じで変えることもできたり、こういったごちゃごちゃとした髪の毛の部分は境界線調整ブラシツールを使うといい感じにマスクを作成してくれます。さらにエッジの検出もチェックを入れていくとより滑らかに輪郭を抽出してくれることがあります。人物の切り抜けが終わったら AE に読み込みましょう。 Photoshop のファイルをドラッグ&ドロップしてコンポジションの中に全身が映るようにサイズ調整をします。出来上がったらプリコンポーズをかけて選手写真1としておきましょう。配置ができたらシェイプインアウトを複製してこうどんどん選手が隠れるようにどんどん複製していきます。ただこの複製しているシェイプインアウトが出現して消えてしまうので別の素材を作成します。プロジェクトウィンドウのシェイプインアウトを複製してシェイプインという新たなコンポジションを作成して、このコンポジションをオプションをしながらドラッグ&ドロップすることで差し替えていきます。でそして中のシェイプレイヤーのアニメーションの終了点をすべて消してあげてシェイプのインモーションだけにしてあげます。さらにこのコンポジションが短く切れてしまっているので右クリック時間最後のフレームでフリーズとしてあげて長いコンポジションにしてあげましょう。すべて選択してシェイプインオールという名前のコンポジションを作成します。ドラッグマットをかけて選手がインしてくるアニメーションを作成します。ここまでできたら2つのレイヤーを選択してプリコンポーズをかけます。連勝を選手イン01などにしておきます。この選手写真にストライプシャドウを作成します。いくつかエフェクトを組み合わせていきます。 CC ラディアルファストブラーレベル補正をまず適用していきます。レベル補正のチャンネルをアルファにしてあげて白入力レベルを1としておきます。そうするとブラーがかかってる感じがなくなってくれます。さらに塗りを適用して色はグレー、そして CC ラディアルファストブラーのセンターの位置を例えば右上にしてあげてこのアマウンドの値を調整するとシャドウがバーッと伸びてくれるようになります。アマウントは40としておきます。でそしてさらに CC コンポジットも載せます。これで人物の元画像が上に乗ってきてくれたと思います。でさらにシャドウにストライプを入れていきます。ブラインドを適用して変換を10、角度を35、幅を20などにしてあげるとストライプでくり抜かれます。角度は元々の35で統一してきてたのでそれに合わせましょう。エッジがちょっとジャギジャギしちゃうことがあるのでチョークをかけてあげて調整します。チョークの値は2としておきます。エフェクトの順番をブラインド、チョーク、CC コンポジットとしておきましょう。順番を調整したら CC コンポジットのパラメータをアドアルファとするとちゃんとくり抜かれずに乗ってくれると思います。そして選手写真のインタイミングを10フレームにしてあげて選手が現れたら左にスッとずれるようなアニメーションを入れましょう。1秒のところにキーフレームを打って20フレームかけて左にアニメーションをさせます。キーフレームを2つ選択して
コマンドシフト K を押して90、90ときつめのイーズニングをかけてみましょう。使用している写真によって動き幅は調整してみてください。ソロスイッチを外します。選手写真を一番下に置いてあげて、するとこんな感じ。続いてテキストを作成していきます。今回はプレイヤー1エイミマとしておきます。フォントのサイズを調整します。色はグレーにしておきます。塗りと同じぐらいの感じですね。プレイヤー1となっているところは肩書きみたいなものなので、ちょっと小さめにしておきましょう。さらにオートフィットのシェイプベースを入れます。こちらの作成方法は以前の動画を参考にしてください。自動フィットのベースができたら色はシアンにしてあげて、テキストのアニメーションを入れていきます。テキストを選択してアニメーター1を選択します。アニメーターの中の位置を調整してテキストが画面外に出るように調整します。範囲セレクター、コード、シェイプ、単形となっているところを上傾斜に変更してオフセットの値を調整します。1秒20フレのところにオフセットの値マイナス100でキーフレームを打って、2秒10フレのところにオフセットの値100でキーフレームを打ちます。そうすると文字がバラバラと調整した位置から飛び込んでくるような表現が可能です。こちら文言を調整しても同じようなアニメーションが生きてくるので便利です。イーズ高く低くっていうところもちょっと いじってあげるとイージングがかかって見栄えがいいアニメーションになってくれます。レイヤーをキーフレームのところでトリミングしてあげて、インのタイミングを1秒のところにしておきます。背景は次のパートで作成するんですが、コマンド K を押してコンポジション設定に入って背景色を白に変更しておきます。テキストの色をもうちょっと濃いめの黒にしましょう。 B20 ぐらいにします。こんな感じで車体にしてもかっこいいかもしれません。基本形はここまでです。次回細かい装飾やダイナミックなカメラワークをつけて作品として仕上げていきます。気になる方はぜひチャンネル登録、グッドボタン押していってください。木本キリンでした。はい、キリンさんどうもありがとうございました。スポーツ番組のタイトルシーケンスの作り方がマスターできたと思います。この次の応用編では全体のシーンの作り方、カメラワーク、おすすめのスクリプトを紹介します。応用編はエコーメンバー限定の動画です。月500円から参加できますので、お試しで参加してもらえると嬉しいです。登録方法については概要欄のリンクからチェックしてください。木本キリン先生のシェイプアニメーション講座は全4講座あります。第1弾ではシェイプレイヤーの基本、第2弾ではローアーサードについて、第3弾では HUD について、基礎編だけでも十分満足できる内容でじっくり説明していきました。応用編は有料ですが満足いく内容になっていると思います。応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サンゼでした。ではまた。